林雄三大正10年12月29日は、日本の武士、政治家、自由民権運動家、低信大臣、農商務大臣などを歴任。伊械君党は12、ジュニー、君四党。陽明をスケジ。実名は、法ただし、売景と合した。天保13年8月17日、土佐国すくもに、土佐藩安藤家の合心、岩村秀俊。 吉野の次男として出生。兄は岩村道利、弟は岩村高利。幼年期に林茂寺平の養子となる。板垣大輔の配下につき母親戦争では、越後国に転戦し、明治維新後は初代の高知県令を務めるが、板垣が賛議を辞任したのに合わせて辞職。 西南戦争に呼応して、明治10年8月、土佐で政府転覆を企て挙兵を企てるも捕獲、入国する。出国後は板垣に協力し、自由党結成に尽力する。自由党土佐派の領袖として、自由民権運動に参画した。明治23年、第一回衆議院議員総選挙に立候補し、当選し、以後8回当選。明治十一年、 第一次、大熊内閣で、定新大臣を務めた。また、明治33年には、第4次、伊藤内閣の農商務大臣として入閣した。明治41年、政界を引退。余生を、郷里のスクモで送る。大正3年、日本の飛行機政策のバイオニアである伊賀東広の、協力支援を受け、淀水産株式会社を設立し、新需要職業を、起こし、 また、林、新田、片島港を開発するなど、郷里の発展、振興に寄与した。大正10年12月29日、死去、去年80。墓所は、高知県少毛市。ありがとうございます。